バーンスー駅は、タイの首都、バンコクと、バーンスー区にある、タイ国有鉄道北元線、バンコクメトロの駅である、地上駅であり、旅客ホームは地上に設けられている。構内が広く、北元線関係部分が南方に、南元線関係部分が北方に互い違いに配置されており、出入り口はその中間点に位置する。北元線関係部分を、バーンスージャンクション一 南本線関係部分をバーンスージャンクションにという名称で案内されることが多く管理運用上もそれぞれに駅長が配置され発見システムも原則としてそれぞれの路線にのみ対応したものとなっているため事実上は別駅として扱われている当駅で大国鉄北本線から南線が分岐する南本線は当初 チャオプラヤー川西岸のトンブリー駅を起点としていたが、東西で分断されていた国有鉄道路線の接続計画に基づき、1927年にチャオプラヤー川を渡るラーマ六星橋が建設され、東駅へ乗り入れた。同時に北本線、クルンテープ駅から東駅までの区間の複線化も行われている。その後の伏線化については、北本線は百四十二年に、 バーンパーチ駅まで南元線については1994年から2004年にかけて実施された改良工事でナコンパトム駅までそれぞれ実施されている。2000年代以降、バンコク都心部の踏切による交通渋滞の緩和のため、通勤通学時間帯を中心に普通列車の一部が当駅折り返しとなり、クルンテープ駅まで乗り入れる普通列車は削減されている。 大国有鉄道各線の貨物輸送の中継拠点として旅客取扱区域の北東方に隣接して大規模な操車場が設けられている。また、機関区も設置されている。当機関区内は写真撮影が禁止されている。第二次世界大戦中、バーンス操車場は連合国軍による使用爆撃目標の一つとなり、校内の約8割が爆撃で破壊される被害を受けた。 戦後は復旧工事が行われて運用を再開し、その後も輸送量増大や新鮮建設計画を見越した校内の改良が行われている。1960年にはクルンテープ駅の貨物取扱機能が当駅へ移転され、以来万国における貨物ターミナルの機能も果たしている。東北区区駅は北バスターミナルに隣接し、一時期は高速バス利用者の便利を図って、 番数駅とは別駅扱いで、貨物駅構内にプラットホームを設置し、パホン用ティム駅という旅客駅が開設されたこともあったが、バスターミナルからの徒歩移動の不便さや、停車列車の少なさから利用者の不評を買い、定着しないまま旅客扱いは廃止された。現在も当時のプラットホームは残され、駅国貨物の集積場所として利用されている。貨物列車は、北本線、東北本線、 南本線各方面のほか、チットラター王室駅真っ赤山駅間短絡線を経由して、バンコク港、東線方面との間でも運行されている。東線方面については、都心部北側を迂回して、東線、クロオンタン駅との間に、バイパス線を建設する計画があるが、実現していない。付近では、1915年にサイアムセメント社、 バーンツー工場が創業を開始し、北本千円線のバーン網から原料の泥街道の輸送が行われていた。その後、セメント生産は東北本千円線の健康位等の原料産地に立地する工場が主力となり、バーンツー工場でのセメント生産、原料輸送は1985年に終了している。将来的にバンコクにおけるターミナルとしての機能を、 ふランポーン駅より当駅に移転させる予定となっており、現在その工事が行われている。なお、この新ターミナルは2021年1月から共用開始予定で、地下階には1700台分の駐車スペースが設置され、1階は12面のホームと乗客のためのラウンジ、そして商業エリアで構成される北本線、クルンテープ駅サム線駅。 バーンスー駅、バーン県駅、南方線、バーンスー駅、バーンソン駅、バーンバムル駅、タリンチャン駅、バンスーグランドアンダーコンストラクション、バンコクの都市鉄道整備計画のうち、レッドラインにおいては、バーンスー駅を起点に、北方へ向かうダークレッドラインと、西方へ向かうライトレッドラインの二路線が、計画されている。このプロジェクトでは、大国鉄在来線の乗り入れを可能とするものとし、当初の計画では、 以下のような内容となっていた。ダークレッドライン、SRT ダークレッドラインを参照第一期区間として、バーンス・ランシット間の建設が2014年に始まり、2016年に、三菱重工業、日立製作所、住友商事が、軌道、河川、変電、信号、通信、車両他、土建を除く、システム建設意識を合計約1、 120億円で受注した三菱重工は信号、通信、軌道、電力などのシステムの設計、調達を、日立製作所は車両の設計、製造を、住友商事は商務の取りまとめ及びシステム現地据え付けを担当する。当初は2020年開通予定であったが、2018年12月時点では2021年開通予定となっている。 ライトレッドライン第1期区間のバーンスー、南本センタリンチャンマが建設中。2004年7月3日、バンコクメトロブルーラインの開通により営業開始。国鉄バーンスー駅とは、地下の連絡通路を介してつながっているが、連絡通路はやや距離があるため注意が必要。当駅から先、タープラ駅まで延伸工事中が行われている。 2017年8月11日に一駅先のタオプーン駅まで先行開業し、パープルラインと接続を開始、タオプーン駅より先は2020年3月開業予定とされている相対式ホーム2面2線の地下駅である。駅開業時は始発駅であり、長らく1番線のみ1面1線で営業を続けてきたが、タオプーン駅までの延伸に伴い2番線が、 設置された1、2番線ともにフルスクリーンタイプ、可動式ホーム柵を採用している、駅改装、編集、ありがとうございます。